はい、それじゃあね、今回は演習問題13番のね、問い5番と問い6番のね、解答を解説していきます。じゃあまず、問い5番。問い5番の問題読んでみると、河川さんについて、雑種の遺伝子型は、関西タンポポと、関西タンポポや西洋タンポポの遺伝子型とどのように違うか、説明せよっていうことですね。はい。まあ、ね、どんな風に違うかなってね、さっき一回やってみましたね、一個。さっきね、交配したとき、なんだこれは、西洋タンポポとかね、と、なんだ、関西タンポポの雑種のね、遺伝子型、ね、遺伝子型は、ADDDD になってましたね。ADDDD とか、BDDDD。まあ、正確に言うと、ラージ B、ラージ D、ラージ D ね。まあ、こんな感じの、ね、いわゆる、4倍体になるわけですね。4倍体、ね、雑種は。で、なんだっけ、どっちだ、西洋タンポポですか。西洋タンポポの方は、遺伝子型が、ラージ D のやつ違いますでしたね。これ3倍体ですね。で、あと、関西タンポポ。関西タンポポ、噛みました。関西タンポポ。関西タンポポはね、さっきのね、西洋タンポポの集団には D だけっていうね、とこ線引いてもらいましたけど、その手前のところにね、関西タンポポの集団には ABC があるって書いてありましたね。ってことで。で、あとね、関西タンポポは、2倍体であるっていうのはね、もうリード文の2行目のところに書いてありますね。で、16本ですよとか、染色体がね、16本ですよとか書いてますね。2倍体だってことですからね。まあ、組み合わせとしてはね、まあ、組み合わせというか、あの、遺伝子はね、2つ持ってるわけです。ね。例えばね、これ、ね、ラージ A ラージ B とか、ね。ラージ A ラージ B とか。ラージ S も、こっちに書かない方がいいな。ラージ A ラージ C とか。ラージ B ラージ B とか。ラージ B ラージ C とか。ラージ C ラージ C とかね。こんなやつ。こういう2倍体なわけですね。っていう違いがあるってことです。ね。雑種とね、これら、関西タンポポとか、関西タンポポとか、西洋タンポポとの違いは、ね、2倍体、3倍体、4倍体ってね、この、持ってるね、染色体の本数が違うってことですね。そういうことを回答に書いていけばいいっていうだけです。ね。まあ、全然大したことないですね、これはね。もうさっき書いてみたんで、ね、全然いけますね。これぐらい。あ、ちなみに、関西タンポポと西洋タンポポの雑種、さっきね、AB の、これをね、さっきの問4番で、こんなやつが出てくるよってやつやりましたけど、まあ、こういうパターンもありますよね。もちろんね。親がね、西洋タンポポのね、関西タンポポの親がね、遺伝子 C を持ってたらね、まあ、子供にこういう、遺伝子型のやつも出てきたりしますね。はい。まあ、それはまあ、再現してみたら分かる話なんで、まあ、分からなかったらね、自分で再現してみてください。これは。はい。じゃあ、回答を書いていきましょうか。ね、回答は、西洋タンポポは2倍体で、ね、遺伝子型が、ラージ A、ラージ A、ラージ、ラージの、顧問のやつから書いてたんだな。ラージ B、ラージ B、ラージ C、ラージ C、で、ラージ A、ラージ B、ラージ B、ラージ C、ラージ A、ラージ C の、6種類が存在すると。存在し、西洋タンポポは3倍体で、遺伝子型がラージ D、ラージ D、ラージ D の1種類、のみであり、雑種は4倍体で、あ、4倍体の4のところ四角で抜くの忘れてましたね、これ。4のところもぜひちゃんと書いてください。4倍体で、遺伝子型としてはラージ D、ラージ A、ラージ D、ラージ D、ラージ B、ラージ D、ラージ D、ラージ C、ラージ D、ラージ D、ラージ D の、3種類ですか、が存在する。あ、3種類の3のところの穴抜きするの忘れてた。いうのが回答になるわけですね。まあ、そんなにほど難しくないですね、これはね。はい。もうてか、さっきのね、問4番がね、まあ、一番楽しいかなって感じですね。まあ、もうこんな、問4番片付けた後にしたら、もうこんなも全然大した問題じゃないですね。はい。じゃあ次、問6番行きましょう。問6番、遺伝子型の異なる関西タンポポ2個体を用いて、交配実験を行った。遺伝子型はラージ A ラージ B の個体と、ラージ A ラージ C の、個体の花同士を擦り合わせ、中等に同一の花粉と、多個体の花粉、同一個体の花粉と多個体の花粉が同数つくようにした。
それぞれの個体が、生産したすべての種子を採取して混合し、それらの、遺伝子型を調べた。得られた、種子全体における、遺伝子型の割合は、自家受精で種子が、できるかどうかで異なると予想される。自家受精で種子ができる場合、とできない場合のそれぞれについて、予想される遺伝子型とその割合を例になって、答えよう。ただし、自家受精で、種子ができる場合には、同一の、花粉と、他個体の、花粉は同じ、効率で種子を形成するものとして計算することっていうことですね。はい。もうこんなもんね、5番の表を作って、一個一個やっていけば終了です。こっち側のブロックを、自家受精可能なブロック。ね。こっち側のブロックをね、自家受精不可能なブロックだとしましょう。で、答えとしてはね、ラージ A、ラージ B ってやつとね、やつと、ラージ A、ラージ C ってやつを用意してるわけですから、こいつと、まあ、自家受精できないところはね、まあ、ここですね、ここ。ここは自家受精できないですね、まず。ここできない。で、あと、ラージ A、ラージ C と自家受精できないのはここですからね、このエリアが、自家受精できないというわけになると。で、あとはね、順番に交配していくだけです。こっちが自家受精可能ですからね、自分と交配できますから、もうその通りにやっていくだけ。ラージ A、ラージ 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 B、ラージ A、ラージ C、まあ、ここは高自分ですけどね、で、ここ、ラージ A、ラージ C。あ、ラージ A、ラージ A ですね、これ。はい。これね、こんなんやってると書き間違えるのが怖いですね。ここ、ラージ A、ラージ B。で、ここ、ラージ B、ラージ B。で、次、ラージ A、ラージ B。で、ラージ B、ラージ C。で、ラージ A、ラージ A。ラージ A、ラージ B。ラージ A、ラージ A。ラージ A、ラージ C。ラージ A、ラージ A。で、ラージ B、ラージ C。で、ラージ A、ラージ C。で、ラージ C、ラージ C ですね。で、自家受精できる方は終わり。ね。なんかどっか間違えてるかな。これですね。これですね。はい。なんかおかしいなーっていうね。天の声がね、横から聞こえてきました。はい。ここですね。はい。っていうことになってると。ね。もう、これ書き間違えたら、書き間違えたら、名称落ちちゃうと思って、本当やらないといけないと思うんですけど、ね。そういう気の張りが今僕ないんですね。多分ね。はい。すいません。ね、しっかりね、皆さんを間違えないで、この表を完成させてくださいね。で、あとはね、火を取っていくだけです。ね、自家受精可能な方は、可能な方。と、不可能な方とね、別々に書いてくださいって書いてましたから。可能な方の、火は、ラージ A、ラージ A 対、ラージ B、ラージ A、ラージ B 対、ラージ A、ラージ C 対、ラージ B、ラージ B 対、ラージ B、ラージ C 対、ラージ C、ラージ C イコール、あ、これスペース的に無理ですね。こうしようか。イコール、4対、4対、4対、1対、2対、1という回答になるというわけなんですね。で、これで、自家受精可能な方は終わり。ね。じゃあ、多分自家受精不可能な方です。もうこれはもう穴目楽勝ですね。ラジエラジエ。あ、ちょっとまだここ書いてない人いたかもしれないですね。ちょっと待ちましょう。はい。じゃあ次、自家受精不可能な方ね。まあ、さっき言った通り、ここはね、このエリアは自分のね、花粉とか、自分の中等とか、中等じゃない、肺脳とね、自家受精できないわけですから、このエリアとね、このエリアはダメですね。ラージ A、ラージ B にとってはこのエリア。ラージ A、ラージ C にとってはこのエリアがね、ダメですね。で、あとは交配していくだけ。ね。ラージ A、ラージ 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 C。ラージ A、ラージ B。ラージ B、ラージ C。で、ラージ A、ラージ A。ラージ A、ラージ B。で、ラージ A、ラージ C。ラージ B、ラージ C。はい、OK。っていう、こういう回答になると。で、回答ってか、5番の表を埋めたらこうなると。で、ちょっとこっち書きましょうか、回答。自家受精不可の方ですか、不可の方。不可の方は、交配の結果じゃねえや。遺伝子型とその比は、ラージ A、ラージ A 対、ラージ A、ラージ B 対、ラージ A、ラージ C 対、ラージ B、ラージ C イコール、1対1対1対1と。
ラージ2個、ラージ B、ラージ、ラージ A、ラージ A2 個、ラージ A、ラージ B2 個、ラージ A、ラージ C2 個、ラージ B、ラージ C2 個ですからね。2対2対2対2ですから、1対1対1対1ですね。ってことで、終わりですね。まあ、そんなにほど難しくないですね。まあ、大して難しい問題ではなかったですね。後半はね、後半、4番、あ、5番、6番ってやってきましたけど、まあ、しっかりとね、ちゃんと5番の辺を書いて、で、あとはね、後輩の再現をね、しておけば、まあ、全然いけますね。はい。で、これで演習問題13番終わりで、全体通してですけどね、まあ、なんか、ちょっとね、主観雑誌みたいな、ね、問題でした。こういう問題ね、あまり見ないですけどね、出た時に、何ですか、おじけづいてね、やばい、わからへんってなるんじゃなくてね、落ち着いてやってみたらできると思うんでね、まあ、この問題をね、仮定にやってみてください。で、これでね、演習問題13番終わりで、次ね、演習問題14番なんだけどね、その演習問題14番は、パート2の方になりますんでね、まあ、パート2の方もね、まあ、見てもらえばいいかなと思います。それではね、次の動画へ、どうぞ。